お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。ずっと緊張してるんですよ、もう、ね、大好きすぎて。いやいやいや、もう僕は本当にジブラさん育ったまあそう言ってくれて嬉しい。でも一緒に曲ですね。どうありがとうございます。もう本当に幸せだった聴いてる側だから、はい、一緒にまさかマイク、ね、もう本当に短いやだと、はい、マイク持てる日だったから、まあ、俺みんなが J-POP 聴いてる時に聴、はい、く曲なくてずっとジブラさんの聴いてたんで、それは嬉しい。だから他の J-POP みんなカラオケ行くじゃん、同級生で、はい、みんながこういろんな歌歌ってるのに1曲も知らないから歌えない、うん、今度じゃ あの俺の曲かけてさ、あのそれ歌ってよ。お願いします。あ、めちゃくちゃ。でもジブラさんの頃直接のオファーだったら俺さすがに緊張しちゃうんだよ。普通アキラ歌いたかったんだよ、ね、めちゃくちゃテンション上がってましたもん。 あのね、あっちよりもね、本当はシクラメンの香りさらにうまいんだけど、ね、今度あのスナックで俺を見かけたらぜひデュエット。イントロはどうでした、ジブラさん。倍速は無理だな。倍速あれ無理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 。やっぱだから、あの今日から俺はあの映画をね、ちょっと倍速で見てみようかな、はい、なるほど。まだそこからさ、練習ですね、倍速の。この番組、楽しかったですね、うん、楽しかったですよ。またぜひ。そうですね、もうちょっとね、あの結果残したかったなあの楽しんだかどうかって言ったら超楽しみました。ありがとうございます。あのね、お酒飲まないでも楽しいんだな。やったかった、やったかった。僕めっちゃいずれめっちゃ頑張ったら、うん、頑張ってもっとでっかくなったらジブラさんと一緒に曲やりたい。あ、ぜひぜひ。この番組をきっかけに、うん、ちょっと頑張ります。僕もね、お前入ってこい。せっかくならいいじゃない。なんで入ってこい。一人で歌っとけよ。浜田歌謡祭3月8日金曜日夜7時からぜひご覧ください。ハッシュタグ浜田歌謡祭で皆さんもたくさんつぶやいてね。うわいよ、うわいよ、お前入るなって。いいじゃん。さよならだ、寂しすぎるから、寂しすぎるから、愛するあなたに。浜田歌謡祭、浜波さんのスペシャル、金曜夜7時。ときめく時を TBS。